ワリト安彦、羽鳥ゆり子、尾藤大輔のミュージックテラスワンテーク。こんばんは、インドア系作詞作曲家羽鳥ゆり子です。不器用貧乏紆余曲折ギタリスト BB こと尾藤大輔です。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家のワリト安彦でございます。この番組は音楽的な出会いを求めている人たちをつなぐきっかけを作る特殊音楽番組。 SNS 全盛の世の中であっても、自分の会いたい人になかなか会えない現実、そんなあなたのお役に立てたら。作詞家作曲家、サウンドクリエイター、 DTMR、 シンガー、バンドマン、音楽業界人などなど、プロインディーズ問いません。こんな人と出会いたい、こんな人と知り合いたい、こんな私を知ってもらいたい。ミュージックテラスのテラスはテラスのテラス。出会いを求める音楽人に光を照らし、ワクワクを生み出し、意図しない化学反応を巻き起こす番組です。せーの、ワンテイク。さてさて、2月も後半戦に突入いたしましたが、ビートー大臣、はい、あの一体全体どうなってんですか。あれ、なんかしたんですか。いきなりなんですか。何もしてないですよ。え、ハドリン、ほら、あの M テラのさ、 YouTube のアーカイブ見ました。はいはいはい、見ました。なんかすごい変わってましたよね。サプライズでオープニングが、うん、動いてる。え、そうなんです。そんな、いつの間に、どこの誰が。鉄ダインフランスのアナさんが。鉄ダインフランス、いつの間にそんな名前になってるの。そうですね、鉄ダインフランスのアナさんがミュージックテラスフランス支部のフランス支部、もうヨーロッパ支部と言っていいんじゃないですか。そうですね、ヨーロッパを滑るフランス人のアナさんが、そうなんです、我々3人の 3D アバターを作っていただいて喋ってます。すごい、バーチャルで喋ってますね。すごい。アナさん、ほら、あまりご存じない方いらっしゃるからさ、はい、どういう方なの、アナさんって。ビデオ大臣とはどういう関係なの。抜き差しにならない関係。いやいや、もう仲良しなギタリスト仲間の女性でしょ、アナさん。女性です。見目麗しい女性ギタリストのアナさんが、日本カルチャー大好きな、日本カルチャー大好きなアナさんが、エメテラも大好きなアナさんが、エメテラのためにということで、すごいよね、 3D モデルを構築してくれて、 3D です、いきなり 3D 化されて、バーチャルレベルです。なんか尾藤くんとさ、ハトリンは分かるんだけど、もう一人が一体これ誰なのか分かんなかったんだ、はい、もうダンディーな、すごいですよ。ワリトさんです。分かります、分かります。そう、はい、ジェントルマンな、年齢がなんか30歳ぐらい違わない。いやいやいや、やっぱダンディズムが出てますよ。そうなのか。ワイドさんが帽子とサングラスを外すと、そうなのか、実はそうです、ああいう感じに。いやいやいや、アナさんにああいう風に映ってるわけです。見えてるのか。いやー、ありがたいな。ね、心の目で、はい、心の目でね、はい、そうです、そうです、はい、アバターとして、じゃああれで生きてくる。そうです、はい、僕たち VTuber デビューしたんで。そうだったんだ。このメタバースの世界ではあれでいくよ。そうですね、メタバースの世界に。Mテラの M はメタバースの M？ メタバース M テラ、メタバステラ、先取ってますね、先取ってますね、先取りです。いや、本当、改めましてフランスのアナさんに御礼申し上げましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。メルシー、感謝感謝、メルシー。さてさて、先週はですね、はい、M テラ初の中学生&高校生特集という形でお送りいたしまして、顧問の先生の命令によってですね、大群で押し寄せてきたバンド名門校として有名な、あの埼玉県立所沢高校から2番の、はい、シャケパズルさんとレコワズルカさん、うんうん、そして神奈川県の高一女子チコンキさん、うんうん、はい、そして都内の高三男子卵焼きさん。本当に良かったですね。大反響でしたよね。大反響ですよ、うん、胸に刺さりまくりですよ。なんか考えさせられたような、なんか我々大人は、まあ、思いました。こんだけやっぱり大人になっていろんなことを忘れてたんだな、みたいな気持ちが込み上がってきましたね。もうずっと泣いてました。初期衝動を感じました。そうそうそう、そうですね、うん、なんかやっぱ思い出さなきゃいけないなと思ってね、思いました。はいはいはい、純粋な気持ちをぶつけてる感じがね、いちいちさ、歌詞が染みてくるんだよね。そうなんですよね、言葉に力ありましたね。本物なんだよね、やっぱ本物なんですよ。圧倒的、作られたものじゃないんだよ。そう、リアルなんですよね。今なんですよ。今その時歌ってるの。今しかないっていう。そうなの。思い出してまた泣けてきますもん。でね、リスナーの皆様からの大きな反響をいただきまして、皆様のツイートをですね、はい、勝手に紹介してみましょうか。はい、紹介します。サンタ OJ さんは、シャケパズルさんの今、ポップで眩しい。楽楽太郎さんは、蓄音機さんの理想具現のプロパガンダ、タイトルがいい。イハクニのケンさん、卵焼きさんのパン、コミックソングかと思ったけど、再度聞くとこの曲やばいくらいに深い。ハッチさんは、自分が高校生の時はこんな曲は作れなかった、
若い子は恐ろしい。そして同じくチェンさんも高校生のガールズバンド眩しすぎませんかとのこと。そして川久保徹さんはレコワズルカさんのこの感性に激しく嫉妬。所沢高校すごすぎる。入学したい。入学できるまだ大人入学できるのというわけで今週も先週に引き続きまして汚れた大人の心を清めてくれるこちらの企画、うん、Mテラ初企画。あ、青春って素晴らしい。中学生&高校生特集後編。というわけで今週も埼玉県立所沢高校の襲撃はあるのでしょうか本日のトップバッターはこちらのバンド。はい、フォーピースバンド夜のピクニックさん。プロフィールをご紹介いたします。埼玉県立所沢高校早速、フォーク部所属の2年生バンド。メンバーはギター&ボーカルのミユエモンさん、ギターのペイさん、ベースのタケルさん、ドラムの水香さんの4名とのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルはポジティブガール。自分の心の中にある嫌なところや悩み事、ネガティブな気持ちをまっすぐな歌詞とキャッチーなメロディーで肯定し向き合っていくような曲に仕上げましたとのことです。それではお聴きいただきましょう。作詞作曲ミユエモンさん、演奏夜のピクニックさんでポジティブガール。強くなりたい、そんなことで悩む自分が情けなくて、そんな時は少しでいいからくだらない話でもしてみようよ。でも私泣き虫だけどね、つく夜中も過ぎちゃう。今週も心揺さぶられるタイムがやってきました。ネガティブの肯定救われますね。気持ちよくまっすぐ刺さるメロディーが心を楽にしてくれます。お聞きいただきましたのは夜のピクニックさんでポジティブガールでした。続きまして、はい、かっこ S さん、プロフィールをご紹介いたします。新潟県在住、現在高校3年生、春から大学生になります。マイペースで音楽を楽しんでいますとのことです。楽曲についてのコメント。はい、この曲はもともと妄想で応募していただいてた楽曲で、あー妄想、架空アニメ用の楽曲として制作しましたとのことで、架空アニメのタイトルは淡恋。淡い恋ということで、久々にハトリにナレーションをお願いしたいと思います。わー、いきます。高校入学時に出会ったイケメン男子夏樹に恋焦がれた遥か。そんな遥かは夏樹と共に学校生活を謳歌しているうちに時は流れ、あっという間に卒業の時。ある日、夏樹の下駄箱に一通の手紙。そこに書かれていた、またどこかで会おうの文字。そんな遥かと夏樹の淡い恋の物語やいかに。それではお聞きいただきましょう。学校 S さんで架空アニメ淡恋のテーマ。
冬歌特集に続いて登場のガクエスさん。金銭に触れるサウンドとメロディのセンスがすごくツボです。世代を超えて懐かしくも感じる普遍的なツボがきっと伝わる同士は多いはず。お聞きいただきましたのはガクエスさんで淡恋のテーマでした。続きまして、はい、田辺歌さん、プロフィールをご紹介いたします。千葉県在住、17歳、私立高校2年生の田辺歌と申します。ピアノ、ギター、ベース、サックス、ドラムを演奏します。傾向としては80年代以前のロック、ファンク、ジャズ、クラシックなどのアナログ系が主体で、基本的に音楽はデッキでカセットにダビングしてウォークマンで聴いています。ダウンも使用しますが、部屋にはオープンリールデッキがあり、それを使ったレコーディングやマスタリングを基本としていますすごい何歳だよ。そんなこともあってか、部屋にはほぼ80年代以前のものしかありませんとのことです。すごいな。すごい。本当に17か。楽曲についてのコメント。はい。楽曲タイトルはダイス。僕は家庭環境もあって音楽的傾向としては80年代以前の洋楽に少し偏っているかもしれませんが、それを生かして作曲したのがこのダイスという曲です。もしよろしければ各種配信サービスで他の曲も聴いていただけると光栄です。とのことです。それではお聴きいただきましょう。田辺歌さんの音楽プロジェクト TNT's セッションで、ね、ダイス。昨日あった幻想、目覚めたら突然のアクシデント、現状ラードに隠してしまうのは No thank you です。方法的会議のレメット、寸分の狂いもなくて喜怒哀楽支柱の身にして食ってしまえ、それは自己責任のムード。今日もゴジロンを展開中。大事大事大事スペア夢を何年サイコロで占ってくれ。大事大事大事ロクトンさんの目が出るまで無限に苦しんで。普通に切り替える、あっと眠らない道、超新星爆発、アクシデントもう一回 Ambitious、 やるせない気持ちの奥。これはまたすごい才能に出会ってしまいましたね。制作の背景から何から情報量が多くて頭が追いつかない。考えるより感じましょう。ただシンプルにかっこいいしテンション上がります。お聞きいただきましたのは田辺歌さんでダイスでした。続きまして、はい、ハニービーさん、おなじみ埼玉県立所沢高校フォーク部のハニービーさん。来た。メンバーは高校3年生のボーカル&ギター君塚蓮さん、ギター岩丸香さん、ベース長谷川和也さん、キーボード森田青さん、ドラムヒロさんの5人で構成。バンド結成は約1年前ですが、すぐに受験勉強に突入したため実質的な活動期間は約半年。メンバーの音楽歴はそれぞれ3年ほど。自分たちの楽曲が少しでも多くの人に聴いてもらえるきっかけになればと思い応募することにしましたとのことです。楽曲についてのコメント、はい、楽曲タイトルは思い合い。この楽曲は何もわからなくなって自暴自棄になった曲です。はっきりとしない暗い感情の吐き場所を探すように迷い歩き続けている。本当はただ単純に好きな人にそばにいてほしいだけなのに、自分がわからなくなって辛い思いをしている人の代わりに叫ぶような激唱する楽曲ですとのことです。それではお聞きいただきましょう。作詞作曲君塚蓮さん、演奏ハニービーさんで思い合い。大きくて丸くて暗くて、というわけであっという間の15分間、本日ご紹介した青春楽曲情報は番組ホームページに掲載させていただきます。いやいやいや、本当はさ、このままねエンディング枠争奪じゃんけんバトルに行くはずだったんですけど、はい、ダメだ、収まんない、時間がなくなっちゃった、収まんないですね。いや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 、お預けですね、お預け、来週のお預け、はい、関東爆さんごめんなさ い, なさい、またお預けです。やっぱりあの汚れた気持ちをこの青春ソングで洗おう、綺麗に洗い切りましょう。というわけでお送りしてまいりましたのは、わりさんことわりたいしこと、ビトボー大輔と羽鳥ゆり子でした。
それでは皆さんせーのおたっしゃれー。おたっしゃれー。私はじゃんけんかな。